理できないんだよね。できなくはないって言ってるだろう。比較対象がおかしいだけだ。律儀だね。シーナ、これもう少し。そうですね。お二人さんさ、なんかこう、なんというか、新婚さんの人生さん、お味噌汁の用意。はい。何かあったのか。なんでもないです。さあ、これでもう準備できましたね。私は冷蔵庫にサラダを取りに行きますので、その間によそっておいてください。なんだよ、焦げてんじゃんか。うっす、この焦げがいいんだよ。から本気出すんだよっと。シナ、火傷とか。いえ、私にはかかっていませんが。そっちにはかかってない。大丈夫。今回は何もなかったからよかったけど、もし女の子に怪我でもさせたらどうするつもりなんだ。ごめん。うん、なんで俺まで。すまん。